少なくとも社内不倫は排除されるべき迷惑行為です。そうやって泣き寝入りして終わりですか？だからって会社に二人のこと言うとか無理です。同じ目に遭わないと懲りないようですね。大丈夫です、あなたは何も悪くない。かなり明確に業務に支障が出ているようです。では正式にお引き受けします。御社の乱れ正します。4月2日火曜夜9時スタート。